二十七、川を渡る。ある男の人が、狼と、ヤギと、キャベツを、船で向こう岸に運ぼうとしています。船が小さいので、船には、その男の人の他には、狼、ヤギ、キャベツの、どれか一つしか乗せられません。それに、男の人がいなくなると、狼は、ヤギを食べてしまいます。 ヤには男の人がいないとキャベツを食べてしまいます。さあ、どうすれば無事に全部を運ぶことができるでしょう。何度往復してもいいですが、荷物は一度に一つしか乗せられません。考えてみてください。どうですかこれから、 正しい答えを説明します。皆さんが考えた答えと同じでしょうか。まず、ヤギを連れて川を渡ります。そして、ヤギを置いて戻ってきたら、キャベツを積んでまた渡ります。もしここにヤギとキャベツを残して狼を連れに戻ったら、その間にヤギはキャベツを食べてしまいます。ですから、 キャベツを下ろしてから、ヤギをもう一度船に乗せて戻ります。今度は、ヤギを下ろして、狼を乗せて渡ります。そして、狼を下ろして、またヤギを連れに戻ります。最後に、ヤギを乗せて渡ります。これで男の人は、オカミとヤギとキャベツを、川の向こう岸に運ぶことができます。 もう一つ別の方法もありますが、それは皆さんが考えてください。どちらの場合も、ヤギを一度連れて戻ることがポイントになります。問題1-1このクイズはどんな内容でしたかクイズの内容と合っているものに丸、違っているものに×をつけてください。A 男の人がとととヤギとキャベツを船で運ぼうとしています B。船は大きいので荷物をたくさん乗せることができます。C。荷物は一度に1つしか乗せられません。D。男の人がいないとオオカミはキャベツを食べてしまいます。 問題1-2次の質問の答えとして正しいものを A、B、C から一つ選んでください。1, 1最初に渡るときに何を乗せますか ?A、ヤギ B、狼 C、キャベツ 二、S 2> 2 <S 最後に渡るときに何を乗せますか ?A、ヤギ B、オカミ C、キャベツ三、<3 S 1> 男の人は何回船で川を渡りますか ?A、五回 B、六回 <C> 回どうですかこれから正しい答えを説明します。皆さんが考えた答えと、 同じでしょうかまずヤギを連れて川を渡ります。そしてヤギを置いて戻ってきたらキャベツを摘んでまた渡ります。もしここにヤギとキャベツを残してオオカミを連れに戻ったらその間にヤギはキャベツを食べてしまいます。ですからキャベツをおろしてからヤギをもう一度船に乗せて戻ります。 今度は、ヤギを下ろして、狼を乗せて渡ります。そして、狼を下ろして、またヤギを連れに戻ります。最後に、ヤギを乗せて渡ります。これで男の人は、狼とヤギとキャベツを川の向こう岸に運ぶことができます。もう一つ別の方法もありますが、 それは皆さんが考えてください。どちらの場合も、ヤギを一度連れて戻ることがポイントになります。 二十七、川を渡る。ある男の人が、狼と、ヤギと、キャベツを、船で向こう岸に運ぼうとしています。船が小さいので、船には、その男の人の他には、狼、ヤギ、キャベツの、どれか一つしか乗せられません。それに、男の人がいなくなると、狼は、ヤギを食べてしまいます。 屋には男の人がいないとキャベツを食べてしまいます。さあ、どうすれば無事に全部を運ぶことができるでしょう。何度往復してもいいですが、荷物は一度に一つしか乗せられません。考えてみてください。どうですかこれから、 正しい答えを説明します。皆さんが考えた答えと同じでしょうか。まず、ヤギを連れて川を渡ります。そして、ヤギを置いて戻ってきたら、キャベツを積んでまた渡ります。もしここにヤギとキャベツを残して狼を連れに戻ったら、その間にヤギはキャベツを食べてしまいます。ですから、 キャベツを下ろしてから、ヤギをもう一度船に乗せて戻ります。今度は、ヤギを下ろして、狼を乗せて渡ります。そして、狼を下ろして、またヤギを連れに戻ります。最後に、ヤギを乗せて渡ります。これで男の人は、狼とヤギとキャベツを、川の向こう岸に運ぶことができます。 もう一つ別の方法もありますが、それは皆さんが考えてください。どちらの場合も、ヤギを一度連れて戻ることがポイントになります。うん